ホーム改札口付近の様子。救援系改札の左側一番ホームが大港線専用で、手前が青い森鉄道線への古線橋。鉄道記念物となっている、鉄道防雪林のヘジ駅は、青森県上北郡のヘジ町技上小中野にある、青い森鉄道、東日本旅客鉄道の駅。両者の共同使用駅。 青い森鉄道の青い森鉄道線と JR 東日本の大港線が乗り入れ、接続駅となっている。大港線は当駅が起点である。青い森鉄道線は、もともとは JR 東日本までは日本国有鉄道の東北本線の一部であり、上野発着の夜行列車や中高特急、津軽、白鳥、スーパー白鳥などの優等列車が停車していた。しかし、 2010年12月4日に東北新幹線が新青森駅まで延伸されたことに伴う並行在来線の経営分離により駅施設は青森県に譲渡された。また、この時から大港線は他の JR 東日本の路線と接続せず孤立した路線となっている。かつては蒸気路線に加えて南部中間鉄道線も乗り入れていたが、 1997年に休止された後、2002年に廃止された。しばらくは通路が閉鎖され、線路も外されただけでそのまま手付け数で残っていたが、古戦橋が2003年秋に撤去され、残されていた駅舎とホームも2005年にすべて解体撤去された。1893年5月に増林した日本で最初の鉄道防雪林があり、 第14号鉄道記念物に指定されている。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線の計3面5線のホームを持つ地上駅である。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。1番線の大港線ホームと青い森鉄道線のホームを行き来する場合、円形改札の横にある狭い通路を利用して湖泉橋へ至るという特殊な構造をしている。また、かつては、 改札が必要であったが、駅舎ホーム側窓口で改札を行うよう変更され、乗り換えに伴う改札は不要になった。円形改札には、上野灯の模型が設置されている。青い森鉄道の直営駅で管理駅として、おつとも駅、小港駅間の各駅を管理している。青い森鉄道への移管前は、JR 東日本の直営駅であり、管理駅として、 東北本線の宇都と駅、小港駅間の各駅と大港線の北の辺ジ駅、有効駅を管理していた。駅舎は線路の上り方を向いて左側にある。反対側への出口はない。各番線の発着できる方面は下記の通り。出発窓口では定期券、回数券、旅ショップでは JR のビジネス駅ネット、 を利用した JR 指定券類などの取り扱いも行っている。また、JR 大港線の乗車券は青い森鉄道が営業する出殺窓口及び自動券売機で発売している。自動券売機で購入可能な JR 線連絡乗車券は広崎、かにた、染までである。緑の窓口及びタッチパネル式自動券売機一台が設置されていた。また、 2000年代前半までは2.3番線にも売店、そば店があった。主な駅弁は、下記の通り。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は139人で、ある。2009年度までは JR 管理時代のもの。なお、JR 東日本の統計であるため青い、森鉄道線の乗車人員は含まれておらず。 そのため2010年度と2011年度に数値が激減している。駅前ロータリー駅前路上バス停臨時快速、リゾートアスナロシモキタの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。